韓国南部の吉市で開かれている万博は、今日ジャパンデーを迎え、日本に関するさまざまなイベントが行われます。一方、日本政府は竹島問題に関する展示を理由に、政府高官の派遣を中止しました。万博会場に海洋丸が停泊しています。ジャパンデーに合わせ入港したもので、ひときわ優雅な姿を見せています。先月12日から開かれている吉万博には、 海や水をテーマに104カ国が参加しています。ジャパンデーの今日は東日本大震災で被災した東北3県の伝統的な祭りや踊りのパレードなどで会場が日本一色になり、震災からの復興をアピールします。イベントには当初日本の政府高官も出席する予定でしたが、 島根県の竹島を韓国の領土とする展示物を会場から撤去するよう要請したものの受け入れられなかったとして急遽出席を取りやめました韓国外交通商省の当局者は残念だとコメントしています